ちを待ってるって言ってたよな。早く行こうぜ。来たか。これで揃ったでござるな。昨夜かつて拙者の家に仕えていた古い使用人を訪ね、一神殿が拙者の曽祖父、経験豊富な陶工たちが期限は目の前であるのに、楓原家とシャブ業は超、しかし陶工たちの激しい、楓原家は傘下の陶工、そればかりか。はい、あまりに突然な当主の逝去によりこの事件の影響は計り知れず、私の父が当主になった頃もなお幸い今はお兄様のおかげで。当時の鍛造失敗は最終的に技術不足、しかし五花仙物語は技術ではなく鍛造、綾香殿、鍛造が失敗に終わった後、その鍛造一つ頼んでもよいだろうか。わかりました、帰って鍛造図をお探しします。皆さん、当時のうん、よく保存されているけど、少なく、こんな古い鍛造図から、ここまで来たんだから、運に任せてため、はっきりとした変化はないけど、それでも、カズハ、この鍛造図は、確かに改ざんされ、この真相を知るには、少し遅、実は祖父が若かった頃、何度も曽祖父に一神殿の再興を申し出たが、使用人の話では曽祖父はシャブ業まで出向き、この鍛造図を祖父に見せて刀を鍛造させるように、そして何の疑問も抱かずに祖父は失敗した。曽祖父曰く、その言葉を聞いて祖父は感情のままに稲妻を離れたのでござる。今思えば、あの曽祖父と祖父の、カズハ、あなたのひいおじい様である楓原義典公は若い頃とても勤勉だったそうですね。カズハ、君の曽祖父が当時言っていた言葉は、うむ、これらの言葉は全て直接耳にしたか。しかも当時の祖父は怒りに任せて、曽祖父が大切にしていた盆栽すらも投げて。どうやら君も僕の言いたいことが、カズハ、もし君の曽祖父が一神殿の技術不足が原因だと考えていたなら、しかし彼はその中の秘密に気づき、お主が言いたいのは、曽祖父は失敗があったら、今ある証拠から見るとその可能性、皆一度天領奉行へついて、以前拙者が指名手配されてから屋敷の中で残っ、それらのものが今どこにあるのか。じゃあすぐ、どうしてお前たちがここにいる。離島で何かあったのか。九条サラ、セシ、覚えている。楓原和葉だな。メガリレーの発、サラ、一つ聞きたいんだけど、和葉の家が、当時押収したものは奉行所の隣にある倉庫に保管されている。誤解でござる。拙者たちが来たのは物、わかった。私から奉行所に、おま、ありがとうサラ。楓原、メガリレーの、九条サラ、あれはすでに過去のこと。言う。一つ。ああ、聞こう。拙者は、今さら稲妻に戻って生活する気はない。九条サラ、お主の真偽を信じて頼みたい。拙者たちが調査を終えたら、あれらのものを承知した。
私が責任を持って処理しよう。皆さん、楓原家の物品を調査しにいらしたのですよね。九条様からすで。楓原家の物品は、ですが、物品には私は入り口で待っていますの。カズハ殿、調べ。うん、よろしく。あなたでした。カエデハラ家って。いえ、この刀には刃がございませんが、刀の絵に。どれどれ。あ、鞘にくねくねの字がかかる。カズハの小さい頃の姿が。私は近くにある他の。ゆくあき、何か見つ。うん、古い書籍をいくつか見つけた。鋼鉄の精錬に関するものや、刀の鍛造工程に関する。植物や生け花の本はさっきざっと読んでみたが。ここにはあるかな。ほら、ここに瓶がたくさんある。おい、みんな待っ冗談さ、もうそろそろ。だっておいらわからないんだ。もしおいらたちが今日何も。カズハのことが心配なのはわかるけど、彼がそのようにやるって決めたのなら、直感っていうより年。こっちは僕に任せて。君たちか。こっちはまだ。そっか。そうだね、保存状態。さっき調べてみたんだけど、布にこれだけしっかりくっついていることからすると、よほどこれは僕たちの。少し考えさせてくれ。情報を残したければ。アルベドは考え込んでるみたい。皆の者、ここにあるものを見てくれぬか。これは拙者の家に昔からあった盆栽でござる。中にある植物はもう枯れ。うむ、曽祖父は鍛造技法の研究をやめてから盆栽に勤しむようになった。しかしそれでも曽祖父はこの枯れた盆栽だけは手放さなかった。祖父もまた最後まで和解できなかったことを悔やんでいたために、これだが、今思えば曽祖父がこれを残したのは。そう聞いてみると。うむ、詳しく調べてみる。見つけたぞ。でも、もしかして誰。それはないと思うよ。これを見てくれ。紙が黄ばんでいるだろう。それは綾香殿が以前手に入れた紙のように。僕も彼女と同じ。じゃあ早速試して。奉行所の外に池がある。カズハ、どうだ。皆の予測した通り、水に濡らすと確かに文字が現れた。手紙には何が書かれていた。うむ、曽祖父の知っている真相はついてきてくれぬか。楓原さん、どうして私たちを。うむ、この海岸はかつて曽祖父と上里家当主が逃亡した投稿を。拙者たちの推測は間違っていなかった。曽祖父は確かに鍛造失敗の真相を知っていたでござる。手紙はこう。この手紙を読む者へ、拙者楓原義則は生涯ある秘密に囚われた。あれはシャブ業の神里様と共に離反した刀工たちを追っていた時のことであった。あの時神里様が負われた傷は脱走者によるものではない。実を言えば、あれは夜のことであった。
手がかりを頼りに岸辺までたどり着いたものの、投稿の姿はなく、ただ一人の歌舞伎者がそこにいた。歌舞伎者は拙者をずっと待っていたと話した。そして自らが裏で手引きし、雷電五花伝を消滅させるのだとも申した。その者の実力は到底常人がかなうものではなく、周囲の間に同行した全ての者の負が倒されてしまった。神里様も重傷を負われたが、拙者の方はというと、攻撃が傘に当たったために死を免。歌舞伎者がもう一振りしていれば拙者の命を奪えたであろう。ところが奴は拙者の顔を見ると攻撃をやめ、おごそかな声で拙者と庭の関係について、拙者はそれが父の旧姓であり、父が失踪した後拙者が楓原の養子になったことを告げた。歌舞伎者はそれを聞いて口をつぐんだ。長い沈黙の後、いわく彼女に告げよ、我が名は国崩しである。曹祖父と上里家当主は九死に一生を得て、丹蔵図が国崩しによって改ざんされた真相を知ったのでござる。しかし上里家当主はその経験により、曹祖父が国崩しの縁者であると濡れ衣を着せられることを恐れ、自らの死に際も決して口にしないようにと曹祖父に告げていたらしい。それに犯人は雷電五花伝を滅ぼすと口にしていた。曹祖父はその者が報復に戻ってくる可能性を考え、曹祖父はこのようにも書き残していた。楓原の当主として一神殿の没落を深く恥じる。しかし一父親として子孫の安泰を。そうでござるな。もしも当時祖父が丹蔵図の秘密に気づけていれば。しかし残念ながら祖父は曹祖父の言葉を聞いて。綾香殿は曹祖父が語ったこれらの話を知らなかったようにお見受けするが、おそらく当時の上里家当主が後の世代にも話を残さなかったのは、敵は将軍様の丹蔵図さえも改ざんすることができ、天津さえ単独で多数と戦うこと。私も近いうちにお兄様にこのことを話し、国崩しというものの身分を調べて。実はこの手紙を読んだ時は心が乱れておったのだ。手紙には子孫たちは復讐で盲目にならぬよう、どうか。曹祖父はやるせない思いでそれを書いたのかもしれぬが、思うに人にとって最も重要なものは過去ではなく今でござる。過去の重みを背負。それゆえ事の真相を知れただけで、せしもちろんもし当時の敵が未だに存在し、未だに何らかの陰謀を企んでいるのであれば、決し拙者が以前経験した数々の皆真相を解決したことだし。かけっこしましょう。姿の彩り祭も最終段階に入るんだったよな。今日は行く秋のサイン即売会もあるし、アルベドの黒主もついに公開されるみたいだぞ。やあ旅人。なあアルベド、最後の黒主の肖像がなんで布で隠されて。慌てることはない。少ししたらこの肖像画は僕の自信作なんだ。これを完成させるため特別そうかい。わっぱたち、なんでお前たち二人が一緒にいるんだよ。それに
なんで今の今も。なーに、何時らの気の。僕たちはお酒のおつまみについて話していたんだ。うむ、おつまみといえば油揚げがいいと思うの。もういいよ、たとえこの二人が何。旅人パイモン来たんだね。ああ、君たちのおかげ。ゆこあき、気のせいではないさ。僕はあくまでも幸い、今日はそうだ、実は ありがとう。すまないが、まだ読者が。後で黒主の肖像が。旅人さん。あ、アヤト、やっと。やるべきことが多く、なかなかぬ。幸い姿の彩りさ。私とお兄様から。うん、トーマ遅いな。はい、せっかくお兄様の時間があるようですので、今日は本を買いに連れて行ってもらう約束をしたのです。しかしお兄様が。アヤトにもおっちょこちょいなところが。お兄様は日頃からお勤めが急く、それゆえたまに見られる。海風に当たっているのでござるよ。会場のにぎやかかたじけない。ふむ、例えば目の前。しかしそれが今、他の国から稲妻へ来る。そうだな、今の稲妻はもう昔とは全然。拙者が思うに、もしかすると拙者たちに費やす時間は違えど、それを本当に下ろした時。肖像画の除幕式の時間みたいだ。五花線広場に行ってみようぜ。皆さん、ようこそ。豪華姿の彩り祭は無事本日ただいまよりモンドからお招きした画家白亜先生による。ご緊張するな。何を書いたん。それではご一緒に。3、2、1。これは一体どうして背景しかないのでしょう。白亜先生に限って書き忘れはありえないでしょう。この絵の創作理念について、先生ご自身に。この度は五花線の肖像画を描かせていただくことになり、とても嬉しく思う。五花線は古くから稲妻に伝わる伝説の人物。かつては鹿で名を轟かせ、現存する資料を見ていくうちに、これらの物語において黒主の身分は非常に。それだけでなく、個人の小説がないにもかかわらず、彼はまこうは考えられないだろうか。黒主に対する考えは一人一人のクリエイターによって異なる。姿の彩り祭は一人一人が創作を通して。さすがアルベド、ああやって説明することですぐにみんなを納得させたな。ひひ、これでオイラたちの姿の彩り祭での冒険も円満に終わったな。ん、まだ何かは。うん、あ、そういえば五花線も本当か。早くオイラに聞かせてくれ。うんうん、そうだよな。じゃないと毎回うまい具合に。そうだな、物語は行く秋のことについてだったけど、本当の目的は。あ、わかったぞ。物語を残したのはキティハシ。早速真相を。
五花仙物語を残したもの。うえ、こういうことが好きな。じゃがわらわまでたどり、わらわでないならばもうあい。10% オフですよ。五花仙物語を残したお方、何せ真相を直接伝える方が。五花仙物語を残した人ね。確かに。でも事の事情は君と。実を言うと、黒主の肖像画を描く、やはり今あるこの。アヤト、五花仙物語を残したのってやっぱりお前だったのか。ひどいぞ。みんな知ってる仲なのにオイラたちをいじくり回す。実は本日ここへ来たのはあなた方に。どう説明するか聞いてやろうじゃないか。まず事の発端はとある偶然でした。ある日の夜、八重様が行明さんと編集さんが本を運んでいるのを見かけたのです。え、きっかけは巫女だったのか。確かに巫女がやりそうなことだ。ええ、ですがその後、五花仙物語を通して情報を、そのような方法を取ったのはやむを得ないことだったのです。以前あることをきっかけにして、楓原義則が残した盆栽の中に、それがただの紙切れでないことは分かっていましたが、紙の秘密を解き明かすのには時間がかかりました。楓原義則が手紙に残したことは、神里家や楓原一族はかつて神里家の配下にあったのに、私の先祖は当時彼らを守ることができ、彼には真相を知る権利がありますが、しかし秘密に触れることは危険と隣り合わせでもある。もちろん私の知った真相を言葉で彼に伝えることもできました。ですが、それに相応の能力がなければ、楓原義則もこれを考慮して、しばらくの間私はこのことをどう伝える。なるほど。あ、そうだぞ、カズハだけじゃなくて。やはりあなたの目、私はこの一件があなたが、そしてそれ以上にカズハと綾香が真相を見つけた時、彼らのそばに、それらの友は冷静な判断ができるよう守ってくれる人々であり、困難に遭遇した、それに将来あなた方も同じ敵に直面するかもしれません。もう心の中に答えがあるのではないですか。それにこの答えはあの黒主の肖像画に隠されていますよ。肖像画の近くに人がいなくなったら、ご自分の目で見てきてください。真実を明らかにする方法については。遅いし、まわり、アヤトが言った何度も使った方法。あ、これ残票だ。まさかとは思ったけど、こいつが当時の黒幕だったのか。肖像画の近くに人がいなくなったら、ご自分の目で見て、真実を明らかにする方法については。最後にもう一つ話しておきたいこと。先ほどあることがきっかけで盆栽に気づいたと話しましたね。あれは
将軍様が鎖国令を撤回したばかりの頃のこと。証拠品や盗品が保管されていた倉庫に泥棒が入った形跡を見つけたのです。私はこれを普通の事件だとは思えず、天領奉行の九条さらにこう伝えました。そして私は週末版に倉庫を見張らせました。するとやはり何者かが、まさかそいつそのものを少し泳がせましたが、結局なんで捕まえなかったんだ秘密を守る一番いい方法は秘密がないふりをすることだと思います。その者が稲妻を離れた後に、私も本格的に楓原家の、すぐにこれらの紙こそが侵入者が探していた秘密だと確信しました。さて、楓原義則が書き記した経験の中でどの部分が正真正銘守られるべき秘密だと思いますか この問題に関しては私も今は姿の彩り祭をゆっくり楽しんでください。Dun dun 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 d